ゆっくりしていってね。前回は日本にもそういう価値観の人はいるのだから、受け入れられないってことはないのでは、ってところで終わったよね。まずね、いる、というのと社会的な常識となっている、との間には大きな違いがあるんだ。そういう人たちが一定数いるからといって、じゃあ社会的に受け入れられているかといえば違うでしょ。社会的に受け入れられているってどういうこと？じゃあ韓国的価値観の実例を見ていこうか。ただ、これかなり深い、になるものもあるから、その点に注意ね。まずはこちら。こちらは2004年にインドネシアでスマトラ島沖地震が発生した時に、日本政府が即座に支援金や物資を送ったことに対して、韓国メディアが掲載した風刺漫画ね。これどういうこと？おそらくだけど、当時日本の支援が韓国よりも高額で手厚かったことに、韓国側は不満を持っていたようだから、日本の支援は汚い、とすることで、劣等性の指摘をしようとしたんだろうね。次に行こうか。こちらは2013年に、韓国の KT&G という大手タバコメーカーが掲載した、This, Africa という新銘柄の広告。広告では、アフリカ系の人々をチンパンジーに見立てており、これを発見したタバコ規制団体アフリカ、タバコ規制同盟の猛抗議で広告は撤去されたんだ。え、これ実際に店頭とかで広告されていたの？されていたみたいだね。さらに問題のタバコのパッケージ画像がこちら。うわぁ。さらに次行くよ。ちょっと待って、まだあるの？あるよ。というか、これでも動画的にわかりやすい、事例の中からさらに厳選して紹介しているんだよ。次は2014年にタイで洪水があり大きな被害が出た時のことなのだけど、韓国のいわゆる K-POP アイドルグループが、この洪水を茶化して笑いながら、タイの皆さんに金銭的な援助をお手伝いできるのなら、7000ウォン、約700円、ほど寄付したい、と話している動画が彼らの手で、公開されたんだ。実際の動画がこちら。네아쉽습니다이번에그홍수에태워서학교기부한거아알고있죠에이거안타깝다는거죠일부러이해해주나누나누나저희여러분들홍수로인해서마음의피해나가족들이피해를많이입었을텐데저희가긍정적인보상으로인해서좀마음의치유가됐으면좋겠습니다가진건돈밖에없거든요저희들이저도이번에얼마안남았어요이번에얼마안남았어요나7000재산정도진짜완전 タイって韓国と何か揉めてた？揉めてないね。ゆっくり、前々回ウォールストリートジャーナルが指摘してたでしょ。韓国人は経済力で差別するって。そもそも理由なんて何でもいいんだよ。これはいずれ単体で動画を作るけど、劣等性の指摘ってのは相手をこれだけ侮辱できるって行為も含まれるんだよ。要するに、相手を侮辱できるってことはそれだけ自分が偉いからだ、という考え方ね。次は2015年にロシアで発生した、いわゆるイスラム国による飛行機爆破テロ事件に関連して韓国のメディアが、旅客機の上で、テロ組織イスラム国を示す鳥が我々がやった、と言っていることに対して、運命、と書かれたマントを羽織った死神が手柄泥棒め、と言い返す様子、を風刺として掲載したんだ。一応聞いておくけど、ロシアって韓国と何か対立していたの？してないよ。おそらくだけど、この前年に発生したロシアによるクリミア半島への軍事侵攻に関連し、ロシアが世界的にバッシングされたことから、劣等性の指摘にちょうど良かったんじゃないかな。この風刺のテロっていわゆるイスラム国がやったことだから、クリミア問題とは何の関係もないはずなのに、なんで？さっきから言ってるでしょ。劣等性が指摘できれば何でもいいって。それでさ、これらと同レベルの公的な行為って、日本でできると思う？できるわけないでしょ。やったらいろんな意味でやったところは終わると思うけど。だよね。でも韓国ではできている。しかも、韓国内でも多少は批判があるようだけど、今回紹介したのと同じようなことは毎年何度も繰り返されている。特に韓国メディアでは、日本人への別称である、ちょっぱり、豚のひづめの意味とか、ウェノム。とか、中国人への別称である、テノム。とか、福
通に使われているしね。ネットメディアとかで？違うよ。新聞とかテレビとか公共放送とかで。は。こんな感じで。世界で最も気が強い民族として韓国人は強い人には必ず飲む、の字をつける。米国飲む、上飲む、日本人の別称。手飲む、中国人の別称。ロシア飲むなど無意識的に飲む、の字をつけて見下すのが習慣になった。と書かれているね。ちなみに、しかし弱小国には寛大な思考を見せる。アフリカ人、インドネシア人、ベトナム人などの国には飲む、の字をつけない。とか書いているけど、実際には韓国人ってアフリカ系や東南アジア系のことをかなり蔑視しているのは、今回のタバコの事例や前々回の動画で紹介した事例からわかるよね。韓国に差別的な人が多いのはわかった。それが教育の問題だけじゃないのもわかった。でもさ、これって多分韓国がまだ若い国、だから色々とアイデンティティとかが確立していなかったり、コンプレックスがあったりすることの表れだと思うんだよね。それを差別的だからって排除してしまうのも違うんじゃない？まずね、何度も言ってるけど差別云々や反日云々は結果として現れる枝葉の問題であって、問題の本質は韓国の価値観や常識の問題ってことね。それと、ゆっくりの考え方はおそらく多文化主義に根ざしているんだろうけど、多文化主義って異なる文化や価値観に根ざした集団同士が、対等な立場で、共存していくことを目指す考え方だよね。でもさ、蔑視ありきの自民族中心主義って、異なる価値観や文化の集団を否定することで成り立つ価値観だよね。どうやって対等な立場で共存していくのか考えないと。もしかして、韓国の価値観は間違っている、からと、彼らの価値観を全否定して自分たちの価値観を押し付けるつもり。別にそんなつもりじゃないけど、何かうまい方法あるんじゃないかな。多文化主義の概念も韓国との交流も、昨日今日始まったことじゃないんだから、いい考えがある、なら、とっくに誰かが実践してるだろうね。でもそんなものは存在していないから、こうして現実に日韓の間でトラブルが発生しているわけだ。じゃあどうしろっていうのさ。現状では、個人の責任の範囲での有効は止めないけど、それを集団にまで押し付けるような行為はするべきじゃなく、全体としては価値観の衝突が起きないよう、接触を可能な限り少なくして、住み分け、することくらいしかないかな。断交は現実的じゃないけど、積極的な友好も同じく現実的じゃないからね。じゃあ解決法が出てきたら友好も問題ないってことでいいよね。解決法が出てくればね。逆に言えば、解決法がない現状で無理に友好しようとするのは、むしろあらゆる意味で多文化主義の否定につながるってことは覚えておいた方がいい。そっか。なんか釈然としないけど、何かいい方法考えてみよう。まあ、それもいいんじゃないかな。私は、住み分け、が日韓関係における最も、妥当、な関係だと考えているけど、それをゆっくりに押し付けても仕方がないしね。ただ、解決策が見つかっていない、のに、友好ありきで話を進めちゃ絶対にダメだからね。ところで、いつになったら全、後編で10分以内の動画にな。今回はこれにて終わりとなります。また。ご視聴ありがとうございました。また来週。